さあフランスフィリップ・キャンデローロ登場です。テクニカルプログラム第3位、2日前に22歳の誕生日を迎えました。さあ独特の自分の世界を持っているこのキャンデローロの演技、金メダルを狙っての挑戦です。高いトリプルアクセルからコンビネーション、さあ波に乗るでしょうか。この仕草がユニークです。世界選手権は去年の5位が最高。トリプルトーループからトリプルトーループのレンズがちょっとフェンスにぶつかりそうになった。トリプルルッツ、トリプルフリップ、エネルギッシュなものを感じさせます。このキャンデローロの演技、どうしたのかなと思わせるこのうまさ。トリプルサルコー、静から動への切り替え巧みです。トリプルループも決めた。おお、場内どよめた。テクニカルプログラム同様、使う曲はゴッドファーザー愛のテーマ。あっと失敗。トリプルアクセルを今1回半に変えましたが、しかし思わぬミス。
独特のヒットスピン、演技終了です。フィリップ・キャンデロール、フランス、最後に一つミスらしきものはありましたが、しかしテクニカルプログラムとは違います。これはフリーの演技です。したがって技術点にそれほどは響かないと思います。日本の NHK 杯にも去年おととしと来ました。2連勝しました。何かいかにもフランス人だなという芸術感覚を感じます。ジャンプは最後の一つを除けばことごとく綺麗に決めていました。最初を見てみましょう。トリプルアクセル、この高さ、そして連続ジャンプ、質の高さを感じさせます。フリップ・キャンデローロです。何か途中ドラマのシーンを再現するような、そういった演技力、観客を一心に引きつけるうまさというものを持っています。トリプルジャンプは全部で6種類7回飛びました。さあ技術点出ますが 5.7 と 5.8、 この点数は果たしてどうか。テクニカルメリットではエルビス・ストイコをちょっと抜くことはできません。しかし芸術点の方がどう出るのか。芸術点ではストイコを抜くためには 5.8 から 5.9 を出さなくてはちょっと苦しいところですが、さあどうでしょう。アーティスティックインプレッション足りないか。 5.9 は2人、 5.8 も2人、場内大きなブーイングが起きておりますが抜けません。現在トップはカラダ・ストイコ、そしてこのキャンデロールは第2位です。3位にウクライナ、ペトレンコと続いております。